ケトジェニックダイエットっていうのは食事の中の糖質を制限してタンパク質と脂肪を摂ることによって糖質からエネルギーを作らずに脂肪が優先的にエネルギーになって体脂肪が減っていく、体重も減っていくという考え方のダイエットです。もともと病気のための治療の食事として作られたので専門家の指導が本当は必要です。下手にやるとですね、例えば車の運転中に低血糖で意識を失ってそのまま事故を起こしてしまった例もあります。また体重が減ってもまた普通の食事に戻すと糖質が入ってくるわけですから体重がまた増えてしまうということでリバウンドしやすいダイエット法とも言われています。ケトジェニックダイエットについてより詳しく知りたいという人は杉浦克己のリアルスポーツ栄養学をぜひご覧ください。